北海道グリーンランドは、北海道岩見沢市にある、遊園地。岩見沢公園内にある。グリーンランドリゾートの孫会社である、空チリゾートシティが運営する施設。北海道内最大級となる大観覧車の高さは85メートルあり、一時は、世界一の大きさであった。44機種の遊具を備えており、キャラクターショーなどの各種イベントを随時開催している。 当初は、三井鉱山に、縁のある、美梅市への遊園地建設を計画していたものの、岩見沢市の遊園地誘致計画を聞き組む形で、協議の上、岩見沢市に建設となった。1986年に開催された北海道21世紀博覧会の会場の一つとして使われ、敷地の一角には、日本列島の形をした小島が中央部に配された。 開拓の池が作られた。この他一般来園者と共用する形で野外音楽フェスティバルや花火大会の会場としても使用される。CM で使われているサウンドロゴは三井グリーンランド時代のものを流用しているが、現名称になってからは三井の部分はカットされている。北海道グリーンランドホテルサンプラザいずれも岩見沢市内。 車バス北海道グリーンランドホワイトパークに関するカテゴリー三井グリーンランドに関するカテゴリーありがとうございます